キットンの失われた過去を取り戻すためにキットン族の証を探しに出かけることになった私たち。だけどキットンが悪い金貸しの罠にはまってすっごい借金を背負っちゃったの。やっとお金の一部を返してキットンを連れ戻せたんだけど、なんとギアっていうめちゃめちゃハイレベルなファイターの見張り役付き。嘘、こんなかっこよくて強い人がなんであんな悪徳氷菓子の手下なわけ。お待ちどさま。わ、いい匂い。わー、いただきます。いただきました。ほほ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 ほおいしいだわ。こんなところでのんびりお昼なんて食べてる場合じゃないんです。あと3日ですよ、3日。早くもんを探しに行かないと二度とキットン族の証を手に入れることができなくなってしまいます。わかってるって。でもお前の借金25万ゴールド全部返さない限りあのギアって男が見張ってるんだ。奴がこの町から俺たちを出してくれると思うか。そんな。それにしてもトラップ何の話してるのかしらね。なんかいいこと思いついたって言ってたけどな。じゃ商談成立だな。商談？おうよう、のんびり昼飯食ってねえでとっととお宝を探しに出かけようぜ。お宝？そうじゃなくてキットン族の宝だろ、宝。ね、キットン族の宝だった。いや、キットン族の宝。それさえ見つけたら借金返してもお釣りが来るわよね。そんな、この町から出るにゃこうでも言ってあいつを丸め込むしかねえだろ。ああ、そうでした。キットン族の宝、宝を探しに行きましょう。あ、おい、キットン、待てよ。どうも。門があるのは森って言ったよな。はい。俺の記憶ではエベリンの外は半径50キロ以上砂漠だったと思うけどな。でも確かにこの鏡には森が映ったんです。映ったってこの近くかどうか分かりゃしねえんだろ。それでも私は行きますよ。何しろ時間がないんですからね。きっと。あれ、あの人なんでついてきてるの。当たり前だろ、やつは見張り役なんだから。俺たちも行くしかないみたいだな。ああ。こんなとこ歩いてくの？しょうがねえだろうが。行くぞ。あ、待って。どこまで歩かせる気なんだよ。きっと歩くの早い。もうダメ。ルーミー、お腹ペコペコだ。僕喉乾いたでし。うん、森だ。どこどこ。あ、本当だ。
でもこんな近くに森なんかないはずだよな。蜃気楼じゃねえの。アロマ、ここですよ、この森です。こっちの道ですね。なんでわかるのかしら。まるでこの森を前から知ってるみたいだ。うん、おいしい匂いがするでし。おいしい匂い？何も匂わないけど。匂うでし。これは、蚊には出てませんね。うえ、なんだこいつ。気持ち悪い。ここを渡らなくてはなりません。ここダメダメ、絶対渡れない。見ただけで足がすくんじゃ。意気地がねえな、バステル。こんな橋ぐらい俺がすすいと渡ってみせら。待て、俺が先に渡る。待てよ、お前の手を借りるまでもねえ。お前たちがドジって借金返すやつがいなくなったら大目玉食らうのは俺だからな。さすが。カッコつけやがって。僕たちも行くでし。行くだ。ダメよルーミー、シロちゃん。ダメだ、一人ずつ渡れ。やばかったぜ。だけど、厄介なことになったな。ああ、これじゃあ向こうに渡れません。どうしましょう。ああ、どうしよう、離れ離れになっちゃった。私のせいだわ。僕が皆さんを連れてくるでし。無理よ、全員を連れてくる前にシロちゃんが参っちゃう。でもガタガタ言ってても始まらないぞ。お互い下流に向かって歩けばいつかは会える。そうよね、それしかないもんね。ねえみんな、
大丈夫かよ。あんなやつと一緒にパステルたち行かせてよ。今はこれしか方法ないだろう。は？そうです。これを使って。おーい！はーい！ああ、おい、キット！ちょっと。な、キットの光消えちゃった。どうしたんだろう。そのうちまた見えてくるさ。ね、お昼食べてからずいぶん経ったもんね。でも食べ物はみんなノルに預けちゃってたし。皆さんもさっきのモンスター食べればよかったんです。やめて、思い出させないで。不思議ですね。おいしい匂いがするです。またこの辺が一番いい匂いです。行ってみよう。あ、ルミやめなさい。ルミ、シロちゃん、どうしたの？大丈夫？すごく美味しいです。美味しいだ。それどっから持ってきたの？あそこ。キットン、俺たち腹減ったぜ。休んで飯ぐらい食わせろよ。そんな、時間がもったいない。飯にしよう。ノル、荷物下ろしてくれ。ああ。ああ！ああ！食い物が！飯！待て！お腹いっぱい。あ、お水です。本当だ、美味しそう。うわ、なにこれ。あ、どんどん沈んじゃう。沈んじゃう。助けて、誰か助けて。助けて。いや、これに捕まる。はい。しっかり持ってろ。とうとう逃げられちゃったな。モンスターのやつめ、よくも俺たちの食いもんを。なんで光ってんだ、あの鏡。魔法の鏡だからじゃないか。やっぱり。それにしても狭いな、ここは。ああ、ごめんなノル、こんなとこ通らせて。いや、まだ大丈夫。ま、もうちょっとの辛抱だろ。そのうちに広いとこに出るさ。ギアがいなかったら私たち溺れてた。悪徳氷菓子の見張りなんかやってるけど、やっぱり悪い人じゃないみたい。それにしてもなんか泥沼にはまってからお肌ツルツルって感じ。泥パックなんちゃって。あと
はお風呂に入れたら完璧なんだけどな。うわお風呂です。お風呂お風呂、あちょっと、とっても気持ちいいです。タール一緒に入ろう。入ろう、だって、うん、ここなら向こう側に渡れそうだ。あいつらを探しに行ってくる。じゃあ私も。いや、あんたが来ると余計な手間がかかる。どうせ私は足手まといですよ。タール一緒に入ろう。入ろうでし。キア、もしかして私に気を使って。ノルの荷物だ。やっと飯にありつけるぜ。なんだあの音は。バッタに食われて死ぬなんてかっこ悪いぜ。どうやら言ってくれたな。やいキトン、もう我慢なんねえ。さっさとここから出してくれよ。そんなことを言われましても。おい、何か聞こえないか。そういえば、なんだろう。ここから聞こえるぞ。いえ、こっちから聞こえてきます。バッタのやつ、これに気づいて逃げ出したんだ。ガーッ！ガーッ！あー！いい気持ち。お風呂なんて何日ぶりだろ。キットンたちとはあれっきりだけど、今頃どうしてんのかな。いつまでむくれてんだよ。俺たちだって見たくて見たんじゃねえんだ。あなたたち本当にデリカシーないんだから。
デリカシーどころじゃなかったんだけどな、こっちは。ああ、うん、あれがキッドの言ってたもん。クエスト L 試練の始まり。負けるもんか。